お疲れ様です、今日は30日ですね、今日はねレッスンがもうすでに終わりました。でこの後ねケイちゃんのレコーディングをやっていこうと思います。終わらせないといけない。前回中断してしまいましたから、でそれ以来ねちょっと時間を作れなかったので今日終わらせます。今日こそアコギからやろう。よし、じゃあやっていこう。できたっしょ。じゃあエレキをやります。一応ね前回ある程度撮ったんだけどちょっと繋がんなそうだからもう一回全部撮る。湿気がやばいな。
難しいな、このパート。落ちた。いやー、落ちて残ってないのか、さっきまでやってたやつが。うわ、めっちゃ作ったのにな。つらい。ダメだな、ダメだ。あー、落ちたー、消えたー。気分転換にギター変えよう。ダメだな、ビビっててダメだ。くそー。いいと思う。よし、そしたらね、鳥は終わりました。あとはね、これをパラで送ります。今回ね、何がきつかったってね、テンポが分かんないっていうことですね。メトロノームがない状態でやってたんだけど、そうするとグリッドが合わないから、どうやっても。それが辛かったな。そこだけね、大変だったな。いいかな、書き出す。あれ、どこに書き出しちゃったんだ今。よし、できたと思う。じゃあこれをケイちゃんにあとは送って、今日はもう終了。まあちょっと直してとか多分出てくるとは思うんですけど、とりあえず終了です。疲れた。でもね、今日はね、レコーディング終わらせたし、動画ももう上がってるし、まだ早い時間だしね、グッジョブでしょう、これは。はい、それではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。